こんにちは、フォレストカメラです。今回はニコン F2 について解説していこうと思います。ニコン F2 は1971年に発売されたフィルム一眼レフカメラになります。1959年に発売された初代 F の後継機で各所に改善された点が見られます。まず一番大きな違いとしてはシャッターボタンの位置です。ニコン F ではレンジファインダーを踏襲した後ろ側、こちら側ですねのシャッターボタンだったのですが、ニコン F2 では前側に来て普通の一眼レフと同じような配置になりました。また裏蓋もニコン F では底蓋が一緒に外れる方式だったんですが、蝶つがいがついて普通に開く方式に改められました。これによってフィルムの装填も楽になりましたね。でまたシャッタースピードが最高速が2000分の1秒になっていたり、また長時間露光2秒から10秒の長時間露光にも対応しました。でまたプロがよく使うこの底につけるモータードライブが調整なしで使用できるようになったり、大きな違いが多く見られます。またこちら2台あるんですが、こちらが標準系のアイレベルで、こちらがフォトミックになるんですが、この露出系を内蔵したフォトミックというのが標準系とされました。ニコン F ではアイレベルが普通の形で、このフォトミックファインダーがオプション品だったんですが、ニコン F2 ではこちらの形が一般系で、これがオプション品という扱いに変わりました。まあ、なのでこの露出系を内蔵した形というのがニコン F の基準になります。なのでこの電池を入れるところがこのボディ内についているんですね。このアイレベルを使用する際には電池必要ないんですけれども、ここに蓋がついているというのも特徴かもしれません。でちなみにこれカラーがボディに関してはクローム、シルバーとブラックペイントがあるんですが、このファインダーに関してはフォトミックファインダーはブラックのみのカラーバリエーションになっています。でアイレベルファインダーに関してはシルバーとブラック両方あるという形になります。なのでシルバーのボディにフォトミックファインダーをつけるという場合は、必ずこの白黒のパンダのような形になります。でちなみにこのフォトミックファインダー5種類存在しています。AI に対応しているかや夜間撮影に特化しているかなどの違いが見られます。具体的に言うと、この今ついているのがフォトミック A ですね。この A と書いてあるもの、こちらが AI 対応です。 A と AS ですね。でまた S という名前がついたモデルは夜間撮影に対応したモデルです。この表示が針ではなくて LED になっているので暗所でも見やすいという特徴があります。こちらは S や SB などですね。あと AS は両方対応したモデルです。で他にもウエストレベルファインダーだったりアクションファインダーだったりが存在しています。こちら合計でおよそ80万台が製造されていて、究極の機械式カメラというふうに言われています。後継機のニコン F3 はシャッターボタンにも電池を使う方式になっています。なのでこのシャッターを切るだけなら電池のいらないニコン F2 というのは今でも人気が高いということですね。ということで今回は使い方を見ていきたいと思います。ではアイレベルを例に見ていきたいと思います。まず電池は先ほども言ったようにここですね、この底にある電池蓋に LR44 または SR44 を2つ装着します。ただしこの形アイレベルでは電池を使用しないため入れなくても大丈夫です。そのまま使うことができます。では次にフィルムを装填していきます。裏蓋の開け方は先ほども見せたようにここですね、底にあるこのダイヤルを回すことでできます。で押し込んであげるとこのようにロックが解除されて裏蓋が開きます。まあ基本的にはフィルムの入れ方は変わらないですね。はい、35mm フィルム用意して、はい、装填したら伸ばしてあげて、で差し込み口がこちら側の、はい、差し込めたら巻き取って、ここが噛んでいることを確認してから、はい、シワを取って締めてあげます。はい、これでフィルムの装填が完了しました。はい、ちゃんと回っていますね。はい、これで OK です。でフォトミックファインダーの場合こちらですね、
こちらを使った場合は、フィルムを入れた後に ISO 感度の設定をする必要があります。まあ、これによって露出系が動作するようになります。では、こちら側ですね。アイレベルの方は露出系の操作がいらないので、普通にシャッタースピードを変えていきます。ここですね、シャッタースピードは、まあ、普通に変速させることができます。こんな感じですね。まあ、2000分の1秒が増えた以外はそこまで変わらないんですが、まあこんな感じですね。今中間速で切っているんですけども、これ実は裏技があって、この、まず、シャッタースピードのダイヤルをバルブに設定します。B に設定した後、こちら側のシャッターボタンと同軸にあるダイヤル、こちらを T に設定します。これ T はタイムの略ですね。で、この状態で巻き上げてから、ここです。セルフタイマーですね。セルフタイマーのこの指標を例えば今2秒に合わせてあげます。はい、こんな感じで。2秒に合わせて、この状態でシャッターを切ってみると、はい、お分かりいただけましたでしょうか。今、2秒間の長時間露光ができました。こんな感じで、バルブとタイムを併用してセルフタイマーを使用すると、2秒から10秒の長時間露光が可能になるという機能が追加されました。このセルフタイマーがバンネとゼンマイでできているニコン F2 だからこそできる技ですね、これは。で、ちなみにこの同軸にあるダイヤルはもう一個 L っていうのがあって、L にすると、うんね、シャッターボタンがロックされます。例えば巻き上げてもシャッターが押せなくなります。はい。では、使い方に戻りたいと思います。基本的な操作に関しては、もう普通の機械式のフィルム一眼レフカメラで、露出系などの機能もついていないので、ほとんどシャッターを切るのみに特化されたものになっています。まあ、こんな感じですね。であとはまあセルフタイマーですかね。先ほど長時間露光に使えるという話をしましたが、まあ、普通にセルフタイマーとしても使うことができます。この2秒から10秒の指標があるのが非常に使いやすいですね。こんな感じですね。こんな感じでセルフタイマーも使うことができます。まあ、他にはここに絞りのボタンだったりがあるぐらいですね。基本的にはそこまで難しい操作はいらないカメラになっています。で、また質感も非常に高いですね。フラグシップカメラはやっぱりいいですね。こんな感じで、はい、ニコン F2 使うことができます。まあ、最後に巻き戻すときなんですけれども、と F ではここの T と L のダイヤルが R だったと思うんですけど、巻き戻しのダイヤルだったと思うんですけども、ここに移動されました。これに関しても普通の一眼レフっぽくなったといえばそうなんでしょうか。ここを押して戻らなくなったことを確認して巻き戻しクランクを回せば OK です。この辺も普通の一眼レフカメラになりましたね。非常に使いやすくなったと思います。はい。そしたらあとは裏蓋を先ほどと同じように開ければ OK です。はい、で、これ持ち上げると、はい、取り出すことができます。こんな感じでニコン F2 使用することができます。はい、ということで今回はニコン F2 について解説していきました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価もお願いします。